こんにちは。フィリピンラボ情報チャンネルの町田です。本日はですね、この動画を作成している4月22日時点でのマニラ新聞の記事でですね、現在の新型コロナウイルスのフィリピンにおける日本人の状況がどうなっているか、感染者状況、また死亡者も出ていますので、それについてお伝えをしたいと思います。はい、マニラ新聞の記事ではですね、在フィリピン日本大使館は21日、昨年から流行の新型コロナによってフィリピンで死亡した日本人の数が9人に上っているということを明らかにした。ただしこの中には死因は確定されず、新型コロナであった疑いが強い人も含まれているとしていると。首都圏の新型コロナ病床がほぼ満床となっている中、コロナによる在フィリピンの邦人の死者は今後も増え続ける恐れがあるという記事が書かれています。この情報を見て本当にですね、驚いたんですけれども、もう9人もですね、大使館に報告されているだけで死亡者が、日本人の死亡者がフィリピンで出ているということですね。まあ、記事の中にもあったように、必ずしも 100% 新型コロナで亡くなられたということではなくて、疑いが強い人も含まれているということなんですが、まあ、このご時世ですので、可能性が高い、また大使館で一応新型コロナウイルスの死亡者として数字がですね、記録されているので、まあ、可能性は高いのではないかなと思います。そしてマニラ新聞の記事内にはですね、二人の邦人の方の名前が、書かれていたんですけども、そのうちの一人がですね、実は私の知人でもありまして、非常に驚きました。この方はですね、河野直子さんという JFC ネットワーク NGO のですね、ジャピーノと呼ばれる日本人とフィリピン人のハーフのお子さんたちですね。で、大変な思いをしているお子さんたちを支援している NGO があるんですけども、そこでずっとですね、マニラのケソン市で事務所の代表として活動をされてこられた河野さんなんですけども、実は私がマニラに10年前にいた際にですね、そこの NGO のボランティアスタッフをしておりまして、半年ほどお世話になっていたことがあります。なのでですね、記事を見て非常に残念に思いました。これ、新聞の記事にも書いてあるんですけど、まだ45歳だったんですよね。本当に若くして、亡くなられてしまいました。ここで河野直子さんのですね、ご冥福を心よりお祈り申し上げたいと思います。私はですね、フィリピンのダバオ市というところに住んでいるんですけれども、定期的にマニラで働いている日本人の友人と連絡を取っています。コロナの状況についてもですね、情報交換したりしてるんですけれども、最近彼らもですね、職場でコロナの人が出たですとか、だんだんコロナが近づいているという表現をする友人も、います。また実際にですね、自分がコロナにかかってしまった陽性だったっていうですね、まあ幸い本当に軽症で、まあ味覚はなくても普段は元気で過ごせるぐらいの症状だったので、元気に話もしながら陽性だったっていうことを知らせてくれる知人もいました。幸い現在は回復して、もう陰性が出てる友人なんですけども、そうやってですね、最近マニラの方で特にちょこちょことですね、陽性になってしまったとか、陽性になって家族に移してしまったとか、そういう声をですね、耳にするようになってきています。またこれは、私のマニラの知人のさらに、知り合いの方なんですが、まだ50代の若さでですね、最近、新型コロナで亡くなられてしまったということを私の知人から聞きました。本当にですね、コロナにかかる前はバリバリ仕事されて活躍されてた方らしいんですけれども、やっぱりコロナになって急激に悪化して亡くなられてしまったということですね。で、コロナになってしまうとですね、まあご家族の方もいらっしゃるんですけれども、やっぱり感染対策ということで、普通の葬式を挙げることができずですね、ビニールにくるまれたまま、葬られるということですね。亡くなられた後も、非常に悲しい思いをですね、することとなってしまうということでした。また、マニラ新聞の記事の続きなんですけれども、在フィリピンの邦人の累積感染者数について、大使館はですね、約30人としているとのことです。しかしですね、大使館が把握できていないケースも多く、実際はこれよりかなり多い可能性が高いとしているという書かれているんですけども、実際そうだと思いますね。私が知っているマニラの知人だけでもすでにもう家族も含めたら4人以上出てますから、まあ30人というのは、まあちゃんと報告された人数であって、実際報告なされてない人たちを入れるともっとフィリピンにいる日本人でですね、多くの人が感染しているものと考えられます。私がいるダバオ市ででもですね、幸いすでに回復されて陰性となっていらっしゃいますが、70代男性の方で一時期陽性で入院されていたという方もいらっしゃいます。ということでですね、もう日本ででも、もうフィリピンでもですね、コロナ疲れしている方が本当に多いと思うんですが、コロナっていうのはもう現実に起きておりですね、感染するだけではなくて、ここフィリピンでも日本人で死亡者が出ているという、
現実があります。なので改めてですね、日々の感染対策を意識してやっていきたいと思います。まあ、この動画を今見られている方でもですね、もしかしたら今現在、まあ、軽症だけど感染している陽性となってしまっているという方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、多くの方がですね、軽症のまま回復して陰性となっているというデータも出ていますので、どうかお大事になさっていただければと思います。はい、最後にですね、こちら、本日の動画を作成している2021年4月22日時点でのフィリピン全体のですね、新型コロナの感染者の情報ですけれども、新規感染者として8767人が出ていますね。ここのところ9000とか1万とかマニラ首都圏を中心にですね、まだ多くの新規感染者が出ている状態となっています。私が住んでいるダバオ市は、まあ30人ですとか10人台ですとか、比較的落ち着いてきているような感じがしますけれども、まだ油断は当然できないと思います。そして感染者のこれまでの累積の総数は971,049人になっています。このまま新規感染者が今の状態で増えていくと、数日内にもう100万人を超えてしまうということになってしまいます。はい。で、回復者は846,691人となっていまして、現時点で陽性の状態が続いている人は死者の数ですね。こちらは新規で105名の方が亡くなられていて、これまでの累積の、死者の総数は19,370人となっています。これによって現在も陽性の状態ですね、ポジティブの状態となっている、感染者の人は107,988人となっています。はい。久しぶりに新型コロナの情報をお伝えしましたけれども、ワクチンもなかなか遅れていますし、変異株ですよね。それも残念ながら出てきてしまっていますので、なかなかもうすでに良くなったとかイスラエルみたいにですね、みんなマスクなしで外に出ていいっていうのはまだすぐには来なさそうですけれども、忍耐強く頑張っていきたいと思います。私のチャンネルではですね、このようにフィリピンや私が住んでるダバオ市の情報についてお伝えしています。ぜひチャンネル登録お済みでない方はよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。